どうも、いつも楽をしたいゲーム配信者、タカオヌスです。今回は、コウマと50回をやっていきます。編成は1ターンキルでやります。具体的にはこちらになります。まず、パワー連携持ちを前に置くわけですが、レミリアはパチュリーと組ませます。これで連携ボーナスが発生して、1.50、霊力が上昇します。なぜかフランだと 1.00 しか上昇しませんでしたが、不具合でしょうか。次の赤マリサですが、赤マリサはアリスと組まして、連携ボーナスを発生させます。これで 1.50、霊力が上昇しますので、赤マリサの霊力上昇スキルのレベル上げを怠っていなければ、スキルと合わせて霊力が 3.00 以上になります。また、赤マリサ自身もパワー連携持ちなので、前に出た時はレミリアにも霊力が加算され、レミリアも3ブーストできるようになります。なぜこの組み合わせなのかというと、敵の弱点を3人でブレイクする流れになります。なおかつ、チャージ持ちで一番火力が出る赤マリサの攻撃でフルブレイク状態にしてからダメージを与えられる点、3人とも陰気アタッカーなのでバフ・デバフが噛み合う点です。まず小鈴に関してはパワー連携持ちのボーナスキャラがいないので2ブーストでラスワを打ちますが、2ブーストで水・火属性が弱点のフランの結界を5枚破れます。3ブーストならフルブレイクできますよね。次はレミリアです。レミリアの3ブーストラストワードで火属性弱点の敵の方のレミリア・サクヤの結界をそれぞれ3枚破れます。次は赤マリサです。赤マリサは3ブーストすることにより日属性弱点のフランとレミリアの結界をそれぞれ3枚破り、星属性弱点のサクヤの結界を3枚破ります。最後の赤マリサのラストワードの攻撃でフルブレイク状態にあり、よりダメージが与えられる3段です。このようにエクストラアタックで前衛のスペルカードを5ターン封じてきますので、早期で蹴りをつけたい場合は後衛と交代してスペルカードを打つしかありません。まず小鈴を前に出しますが、小鈴のアタック連携でバフを引き継ぐために豊姫のスキルを使用してから小鈴を前に出します。次にレミリアを前に出しますが、パチュリーの燃焼は陰謀デバフがあります。任意のキャラクターで良いので、とりあえず今回はフランに付与してレミリアと交代します。赤マリサは普通に交代します。一旦前に戻り、小鈴のスキルを使用、2ブーストでラストワード。次にレミリアですが、レミリアのスキルを使用、陰謀と回避デバフに関しては任意のキャラクターで良いです。今回は同じキャラのレミリアにかけます。そして3ブーストでラストワード。赤マリサですがスキルを使用して3ブーストでラストワード。はい、こんな感じですね。次も1ターンキルですね。スイカのグレイズによる味方全体陰光バフ3段階上昇を利用して綿月姉妹の幻想郷特攻でゴリ押す流れです。スイカとユウコを組ました理由は連携ボーナスですね。2編成目にアリスを入れた理由は、頼姫と交代する前にアリスのアシストドールでスイカの命中率を補強してあげる理由です。そして豊姫ですが、先ほども伝えた通り豊姫自身もパワー連携持ちなので、豊姫が前に出ることによりスイカと頼姫に霊力が加算され、2人とも3ブーストできるようになります。豊姫に関しては2ブーストでも問題はなさそうなので、これでいきます。まず優子とスイカを交代します。連携ボーナスがあるので霊力が 1.50 上昇します。次にアリスと頼姫を交代するわけですが、アリスのアシストドールでスイカの命中率を補強してあげます。その上で交代します。そしてフランドールとトイ姫を交代するわけですが、先ほど何回か試してみたら真ん中のレミリアだけ一番最後の攻撃の前に残るようでしたので、フランの陰謀デバフをレミリアにかけてからトイ姫と交代します。1回前に戻ります。そしてフルオートです。
こんな感じですね。次は陽気アタッカーメインで攻めてもいけるかどうかやってみます。手入れ、要望デバフをかけ、残りのチャージ持ちの陽気アタッカーの最後方であるリュウコとランでとどめを刺します。まずは手を前に出してランも前に出します。次はアリスを引っ込める前にアシストドールで命中率と陽光をアップさせます。そして交代、ユウコに関してはアリスと連携ボーナスがありますのでスキルと合わせて3ブーストでラストワードを受けます。一旦戻ります。テイなんですけれども、要望デバフはサクヤにかけてください。先ほど何回か試してみたらサクヤだけ残る敵があったので、あとはもうフルオートでいいです。こんな感じですね。今回の動画はこれでおしまいです。このチャンネルでは東方ロストワードをメインに動画を投稿していますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。